ることを願っています。本日の授業は以上です。どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、それでは先生方、あ、これからですよ。まだですよ、皆さん待ってくださいね。これから、それぞれ先生方のブレイクアウトルームに入ります。今回ですね、今137名の方入っていただいておりますので、一人の先生のお部屋に3人ぐらいいらっしゃるかと思います。すごい。はい。お時間は20分に、取って、いきましょうかね。はい。じゃあ先生方、これからブレイクアウトルームオープンしますけれども、まずは落ち着いて、レコーディングボタンを押しておいてください。それから画面共有の準備をお願いします。もしあの テクニカル的にですね、レコーディングインプログレス、あ、まだ押さないでくださいね。ブレイクアウトルームが移動してからお願いします。何かサポート必要なときはまたメインルームに戻ってきていただけましたらサポートしますので、大丈夫ですよっていうことをお伝えしておきます。はい。それでは、戸田先生、はい、ブレイクアウトルームに入る前にですね、ちょっと、はい、先生方にですね、多分緊張されてる先生方もいらっしゃると思いますので、よくね、面接試験で合格する合格しやすいという一つのいい方法があるんです。トイレに行ってですね、鏡を見ながらこうやってガッツポーズ取るとですね、いいというふうに言ってますので、こうやって皆さんガッツポーズ取ってください。はい。これだけでですね、全然違うと思います。本当はね、一言、私はできるぞ、私はすごいぞってことを、まあ、ミュートで構いませんので言ってもらえるとですね、私はすごい、私はできる、私は絶対大丈夫っていうことをですね、いうことで、気合が入りますので、ぜひぜひ本番直前にやっていただければと思っております。戸田先生、よろしくお願いします。はい。それでは、ブレイクアウトルームオープンしたいと思います。最初はですね、はじめましてということで簡単に自己紹介をしていただいて、それから練習に入っていただければと思います。それでは美代さん、よろしくお願いします。はい、じゃあ、大丈夫ですので、いってらっしゃい。はい、ではいってらっしゃい。いってらっしゃい。こんにちは、聞こえますか？あ、はい、先生、こんばんは。こんばんは。はい。どうぞよろしくお願いします。はい。はい。あ、すいません。じゃあ、レコーディング始めますね。はい。録画をします。Recording in progress。はい。はじめまして。私の名前は高尾です。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。